暇してました。こんにちは、こんばんは、やっほー、こんばんは。純機会楽しかったですよ。すっごい久しぶり。去年なんか1年に1回ペースでやってるんですけど、去年私が行けなくて、だから私2年ぶりぐらいで、そう。でもなんかいつ会っても久しぶりな感じもしない関係、いいなって。楽しかったです、めっちゃ。ニキビ顔にはできないですね、あんまり。私思うのが、スキンケアはもう本当にシンプルなことしかしないっていうのを徹底してて、もう化粧水と乳液だけをずっと繰り返してます。あの物もコロコロ変えずに、メーカーも変えずに、もうお肌がもう化粧水たちに合わせるぐらいの勢いで、そっちを固定しちゃおうっていう作戦に出て、だいぶ肌の調子が良くなった気がします。あ、つーちゃんがいるんじゃないか。うんち送ったのつーちゃんじゃない、今。やっほー、つーちゃんとうなちゃんと、お、3日前くらいかな、3日前かな、にまた会いましたね。またすぐ会おうねって。そう、大会頑張ってねって話して、秋服買いましたよ。秋服、もう冬服買い始めてますね、最近は。結構今日のメイクのポイント、今日のメイクは、今日は松江区新しくしてきたので、あんまりポイントはないです。松江区です、ポイントは。松江区です。初めまして、初めまして、こんにちは。ピアス、これ可愛いですよね。これ最近お気に入りでずっとつけてます、パール。これね、普通のパールじゃなくてコットンパールになってて、そう、ザラザラしたパールで、すごく普通のパールよりもカジュアルで可愛いんですよ。元気です。白ならサボンとホワイトリリー、どっちおすすめ？あ、私のお部屋はホワイトリリーのあのルームフレグランス、大きいの置いてますよ。サボンもね、でもいい匂い。私そのホワイトリリーのあのルームフレグランスがもうなくなりそうだから、新宿のルミネーションのとこ買いに行ったら、ホワイトリリー売り切れで品切れしてて、そうだからちょっと困っちゃって。人気みたいですね。ピアス、お、ピアス有名、有名じゃない、人気ですね。可愛いですよね、パール。女の子やっぱパールつけてたらね、しかもなんか普通のパールじゃなくて若干やっぱ揺れるからね、ちょっと他と違くて可愛いなと思って。エブリンのあの可愛い新作ワンピース買ったよ。エブリンさんはあの冬めっちゃ可愛いですよ、本当に。いっぱい、もうすぐね、多分カタログできるんじゃないかなと思うので、もうちょっとお待ちくださいね。今日のご飯は、今日全然食べてなくて、昨日がすごい食べたんです。私昨日お昼もあのお世話になってる方に会ってご飯食べて、しっかり食べて、パスタ食べて、夜は14機会同機会で焼肉食べて、あ、やばいと思って、今日はウィダーとスープで生きてます。明日の服はまだ決まってないんです。ブログで紹介してくれたこと、可愛かった。あれ可愛いですよね、ザラです、あれ。ふねまこちゃんのインスタライブ初めて来ました、こんにちは。インスタライブはね、ちょこちょこやるので、また見てください、ぜひ。ミミ、ナチュラルメイクで盛る秘訣は、うん、私はもう松江くんに頼ってますね。そう、女の子の揺れてるピアス可愛いよね。やっぱそうですよね。男の人は揺れてるピアス好きっていう人よくいませんね。ヘアオイルは私はあれ使ってます。あ、エルセーブの緑のやつを使ってます。でもね、香りに飽きてきて、最近
変えようかなっていいの探してるのでおすすめあったら教えてください。初めてインスタラ見に来ました方がたくさんいる、ありがとうございます。一人暮らしですよ、もうずっとです。 4,5 年一人暮らしですね。こんにちは。ポケモンだったらダイヤモンドよりパールよりダイヤモンド派ですね。だって私パール派でした。お姉ちゃんがダイヤモンドでした。髪の毛黒にしない、髪の毛今ほぼ黒ですね。今はもう多分落ちてくるから明るくなりそうなんですけど、珍しく。みきちゃんと最近会った、みきちゃん会ってなんか昨日みきちゃんは来れなくて、そうまたすぐ会おうね集まろうねって話したので、また年内にもう一回できればね忘年会しようって話したので、そうなの。何鍋が好き、こないだもつ鍋しましたよ、うちでもつ鍋しました。2回じゃない、松井くん今日行きました。口紅はいつものやつです、私がいつも使ってるイヴ・サンローランのボリプテ社員の4番をずっと使ってます。 お顔が全部可愛い、ありがとうございます。優しい。なんだ、みきちゃんはお仕事で、そうです、みきちゃんお仕事で参加できなくて押しちゃって、そうで、なんなが昨日はオールナイトニッポンだったので、そうそう会えなくて。どんどん可愛くなる、だって優しいですね、嬉しいです。エヴリンのワンピース152センチが来たらどうなる、エヴリンのワンピースどれだろう、エヴリンのワンピース、あ、ニットワンピースかな、あ、全然全然いけると思います。私が160センチで太もも真ん中ぐらいなんで、膝上で全然可愛い丈だと思います。あのワンピース絶対可愛いですよね、あれはね、クリスマスデートとかに絶対いいと思うんですよね。あ、うなちゃんだ、可愛いなあんたって言い方。うなちゃん愛してる、うなつう仲良しなんです。ディズニーでつける耳迷ってるね、おすすめありますか。今はもうクリスマスのやつ、あれめっちゃ可愛いですよ、貸してあげたいぐらいです、あれ本当に可愛いです。クリスマスの白赤いリボンのやつ、ぜひ。まこちゃん身長160センチです。サボンのヘアオイルいい匂い、あ、本当。サボンの匂いどんなんだろう、買いどけばよかったな。そう、なかなかね入荷しないんだったらルームフレグランスもサボンとか他のホワイトなんだっけな、ホワイトなんとかあったんですよ、なんか買えようかなって思っちゃいます。すぐ欲しい、もうねほぼないんですよね。でもホワイトリリー本当にいい匂い、テレビは今モニタリングつけてました。今日の投稿の小島子可愛すぎてありがとうございます。あれもう結構メイクも薄くて大丈夫かなと思いながら、一回お姉ちゃんに LINE してこの写真顔やばいかなって確認して、いや大丈夫可愛いよって来たから、あ、ありがとう載せるって言って載せたやつなんです。よかったです、好評で。韓国語忘れちゃった、どうですかね、多分あの行き来してる時よりかは多分相当衰えてるとは思うんですけど、多少はお話できるんじゃないですかね。そう、14期なかなか集まれない、忙しいんですみんなそれぞれ、すごいいいことだねってそれもそう話してて、なんかいつでも集まれるっていう状況よりも、なんかなかなかみんな忙しくて集まれないの方がなんかいいよねって話してて、確かにってまとまりました。
初めて小島子ちゃんしたのすごく前だけど、めちゃくちゃ可愛くなってて、最近小島子ちゃんインスタめっちゃチェックしてます。ありがとうございます。嬉しいですね。えうなとも忘年会しようしようよ。だからうなちゃんとつーちゃんとは今度うちに集まってご飯しようって話しました。そう、ナッキーいないイメージありましたよね、14機械。そうなの、今回ナッキーいるのにミキがいないっていうの珍しいですよ。ミキちゃん大体いるのに、ムードメーカーなのにね。後輩で仲良しなのは、この間インスタにもアップした田中孝子ちゃんっていう ST4 ってやったの、田中孝子が可愛くて好きです。明日久しぶりに会えるので、お下がりをちょっと持っていこうかなって、さっきクローゼット見てたとこでした。ヤエバはね、亡くなりました。私あの矯正したので、そうなの。あのワンピ握手会行ってみたい。あ、ぜひ握手会、明日明後日しあさって3日連続3連休は全部握手なので、ぜひ遊びに来てください。私を笑わせてください。嘘です、私が笑わせます。ファンミーティング楽しみですね。そう、あのね、ファンミーティングもあれですよ、もうあの当選者の方にはメールが行ってると思うんですけど、そう本当に楽しみです。今月号のメル見ましたか皆さん。メル今月号は私服を何着か今回もキャリーでガラガラ引いて持ってかせていただいて撮影していただきましたので、シチュエーション別の私服で、例えば好きな人に会う日とか、なんか尊敬してる先輩と会う日の私服とか、そういうのをシチュエーション別に4パターンぐらい撮りましたので、ぜひ見てみてください。でね、その好きな、あ、違う、尊敬する先輩とご飯みたいな時に、誰かいますかって取材の時聞かれて、うなちゃんの名前出したんですよ。そしたらうなちゃんから LINE が、嬉しい LINE が来て。のこちゃん最近めちゃめちゃ可愛くなって、優しい。新年会しようぜ、だって。つーちゃんは新年会で、うなちゃん忘年会。じゃあもうどっちもやるしかないですね。うなつーで、じゃあうなつーでじゃない、まこがいない。うなまこつーなんだ、うなちゃんつーちゃんまこで忘年会と新年会ね、楽しみ。嬉しい嬉しい。うん、よいしょ。プリュー行ってた時はどのぐらいの頻度で韓国行ってたんですか。もう、どんぐらいの頻度ですかね。月に2週間行って1週間行って1週間行ってみたいな月もあったりしたりとか、あと握手会がやっぱ土日があったので、それのために帰ってくる時間があったりとか、結構バラバラでしたね、月によって。でもまあまあ行ってました、あっちに。みんなが知らない間に結構な、ね、日数行ってましたよ。そう、韓国行きたいんですよね、プライベートで行きたくて。本当は先週末かなに行く予定だったんですけど、スケジュールが合わなくなっちゃって、そうお姉ちゃんと行こうと思ってたんですけどダメになっちゃって、私のスケジュールのせいで。そうだからまあやり直しだねって言って、また今度行きたいんですよ。韓国はプライベートでは行ったことなくて、仕事ではそのプロデュースのお仕事と、あとあの別のイベントで前に行ったことがあって、だからプライベートで行ったことないので、そう歩いたことないんですよ、仕事以外で。だからぜひおすすめあったら皆さん送ってください。もし行くってなったらまたあれしますね、おすすめを募集しますね、あの質問のコーナーで。
明日の握手会の服決めました。まだなんです。でも着たいなって思ってる服はあって、なのでそれを何と着ようかなって、コーデは考えてないです。まだあ、前髪がパサついて困ります。前髪はオイルを髪の毛セットした後に手にオイルにプッシュぐらいして、こうやってほぐすじゃないですか。で、余ったやつを前髪にクシャってしてあげると前髪もいい感じに横の髪と同じぐらいの質感になっていいです。つけすぎると結構ベタってなっちゃうので、束になっちゃうので、少し本当残った手に残ったやつをちょんちょんってつけると、コメントがいっぱい嬉しいです。ナマココンビ好きです、だありがとうございます。なちゃんだってザ女の子って感じで可愛い、ありがとうございます。今日のアイシャドウは、今日はアディクションのピンクのアイシャドウ、最近ねハマってまして、アディクションのピンクのアイシャドウにブラウンの、これはまた別なんですけど、ブラウンのアイシャドウを際のとこに塗ってます。ダイスは小島くんになりたいです。いや、そんないいもんじゃないです、私は。スタバの新作飲みました。あ、スタバの新作あれですか、あのホワイトチョコレートのやつですよね。あれどうなんですかね、私ホワイトチョコレートをあんまり、チョコを選ぶとき、チョコを食べようってなったときにホワイトチョコ以外で選ぶことが多くて、ホワイトチョコレートはチョコレートではない気がしてて、なんかホワイトチョコレートっていうジャンルだと思ってて、チョコレートなんでもないですちょっとわかんなくなっちゃいました飲んでみます、あのね、スタバの新作。はい、クリスマスコフレ買ってないです。でも1個ね欲しいのがあったんですけど、どうやって買うんだろうと思って、並ぶとなるとなかなか難しいかなと思って、どこの洋服のブランドが多いですか。最近私あそこが好き、ココディールがすごい好きで、よく今日も見ました、ココディールカスタネ、ザラ、ビームス、が多いですかね。あとはでもルミネストのあのカスタネガールフロア、2階っていうんですかね、あれ2階、3階のあのカスタネガール、あそこのフロア結構つらーってよく見るところあります。フラワーさんとか可愛いです。チコもたまに着てますよ、すごい可愛い。コメント全部見れてますよ。でもねちょっとね、あのこうやって上の方から順々に見てるので、下がちょっと詰まってるかもしれない、時差がありそうです。今日プールアイにいらっしゃいました。そうです、今日プールアイに行きました。もしかして見られちゃいましたか妹います。んー、お兄ちゃんはいないです。
一番好きな食べ物はエビが好きです。最近お寿司が食べたくてしょうがなくて、お寿司長い間食べてなくて、お寿司で好きなのはエビとアナゴなんですけど、それがずっと食べたくて、でもなかなかお寿司ってなんか一人で行くもんじゃないなと思って、お寿司食べれてないんです。三角チョコパイも食べてなくて、私ちょっと今日からもう真剣にダイエットしようと思って、本当に真剣にもう何キロ痩せるまでやめられないっていうダイエットを始めようと思って、今日から頑張ります。パコちゃんはプチプラが多いですか、デパコスが多いですか。半々ぐらいなのかな。でも割と下地プチプラ、シェーリングと、あとアイブロウプチプラ、アイラインプチプラ、あでもファンデーションもプチプラですね。ミシャなので結構プチプラ多いかもしれないです。リップとアイシャドウ、リップぐらいじゃないですかね。本当にデパコス、イブサンローランとかシャネルとかそういうのを使うのは。鼻声はねもう元々なんですよ。すごい言われます、風邪ひいてるのって。違うよって言うんですけどね。正月休みはどこか行くの。毎年家族で旅行に行くので、今年も休みが合えば行けたらいいなって思ってます。のこちゃん好きすぎるよ、最近好きになったの後悔。どうして、最近でいいじゃないですか。ぜひこれからどんどん好きになってください。エブリのカタログはもう少しだと思います。もうちょっと待っててくださいね。そうそう、お酒最近ねちょっとずつ飲むようになりました。前はもう本当にもう拒絶レベルで、お酒もマジで興味ないって感じだったんです。弱いし好きじゃなかったんですけど、美味しいお酒とか、あと弱いやつとかちょっとずつ慣れていこうと思って。ななちゃんと最近遊んでますか。ななちゃんは、ななは昨日14機械で会いました。ドラマは中学生日記見てますよ。ファッション系の本出してください。嬉しいね。そういうのもできればいいですよね、いつか。眉毛はキャンメイクのアイブロウで描いてます。回らない寿司へ行け。私回るお寿司が好きなんです。あ、つーちゃん、よし寿司食いに行こう。だってあ、好き、行こう、お寿司行こう、3人で。髪の毛は今日は全部アイロン、ヘアアイロンでウェーブ作ってるだけです。今日は固定使わず楽ちんのやつですよ。そう、ダイエット頑張るんです。細くないです、全然。ガリガリって言われてみたいので頑張ります。食べないっていうよりは食べるものを気をつけます。今日はもう完全に昨日の反省で調整してるだけなんで食べてないですけど、明日からは食べるものを気をつけてちゃんと食べますよ。カロリーとか糖質とか時間とかを気にします。頑張って、えいえいおーです。最近ゲームしてないですね。最近ゲームしてない、確かに。つむつむぐらいです、毎日やってるの。前はねもう Wii も DS かな、 DS 移動中もずっとやってたんですけど、最近やってないですね。確かに、なんかおすすめのソフトあったら教えてください。でもハマったらそればっかりになっちゃうので、他ができなくなっちゃうのがね、よくないんですよね。だから大人になったから自粛しないとと思って。記憶力は悪いと思います。昔の思い出とかも全然覚えてないんですよね、ちっちゃい頃のこととか。体
カシオレとか好き？カシオレでもなんか思ったのは、カシオレとかあんまりにも甘すぎるとごくごく飲んじゃった後から頭痛くなってしんどくなるっていうのが多いから、どうなんですかね。好きですよ味は。黒岩くん中学生日記、そうですよね、これ時差あって申し訳ないです。ちょっとそう、でもお酒もね太るから、そうやめます。あんまり飲まないにしないとね、1週間に1回ぐらい。アイラインは K パレット使ってます。ブラックブラウン、ブラウンブラック、どっちでもいいか。どうして AKB に入ろうと思ったの？私はアイドルがすごい好きだし、なんかステージ立ってる人たち見てわずるいって思って、私もいいなみたいな、ライト浴びたいみたいな感じでアイドルになろうと思ってオーディション受けました。今日はもう食べないです。今日もう10時なので。あ、溝口さん発見、野菜さんお話ししたいです。また新たに話したいことが増えたので時間をください。お忙しいと思いますが、最新投稿の写真可愛すぎてびっくりした。本当ですか？そんな好評ですか、あの写真。みんな言うんですけど、私あの写真本当にこれ載せて大丈夫かなと思って、本当に結構恐る恐る載せたんですけど、そうなんですね。やっぱ自分で思うのと人が見るのって違うのか。でもやっぱ人の意見って大事ですよね。ね、21だけどお酒飲んだことない、いいと思います。全然それでいいと思います。憧れはあんまりないかもしれない。今はいないですね。前髪もヘアアイロンで、ヘアアイロンで巻いてますよ。くるんって雑くるんって巻いてますね。そう、何歳、21歳です。今年21になりました。 AKB に入るまで誰か好きなアイドル、でも私ハロープロジェクトさん見てましたし、 AKB も見てましたし、結構そうですね、その2つかな。ジュリの部屋にピンポンダッシュしてみて嫌ですいや、これはこれね、これはこれ今買いに行ってくださいね皆さん。今のうちにすぐ買いに行った方がいいです。多分ポップアップみたいなやつなのかもしれないんですけど、ルミネストのリリーブラウンがある階あるじゃないですか。あそこのエスカレーターの前に今ポップアップしてるアクセサリー屋さんにありました。やっぱこれ人気らしいです。お店の人にこれ見てたら、これめっちゃ人気でって、結構なくなっちゃってること多くてって言ってて、あ、そうなんですか、買います。ちょろい、そうです、ちょろい客、そう、すぐ買っちゃいました。ねえ、ミルルンと同い年、そうです、ミルさんと同い年です。私これどうやった、ああ、でもそう、私チョロ客ですよ。まあ、でも可愛いと思ったものですから、そうよ。
ロー。とさあ、そろそろあとじゃあ2分ぐらい、10時10分にクローズします。ピアス、イヤリング、これはピアスです。イヤリングもあるのかな、ぜひ見てみてください。もう10時ですよ。ねえ、そうです、多分ね、そう、ポップアップだと思うんですけどね、どうなんですかね、ちょっと見てみてください。夜ご飯はスープ飲みました。誰かと一緒なの？誰かいません？いるように見えました？誰もいません。ユニクロ行きますよ。私はもうヒートテックないと冬乗り越えられない人なので、ヒートテックを買い込んで。コーンスープじゃないです、生姜のスープ、生姜とお野菜のスープ飲みました。明日行くの楽しみ。お、明日お待ちしてます。そう、明日、明後日、し明後日と握手会が続くので、ぜひ皆さんお時間あったら会いに来てください。お洋服決めないと、3日間私服なのでね。では皆さん、またインスタライブします。すぐ、いつかすぐ、すごい矛盾、いつかすぐ。またやります。また見てください。ではいい夢見てくださいね。私は今からお風呂に入って明日の服を決めて寝ます。おやすみなさい。